はい。2024年 EJBDF ジュニアソロダンスチャレンジ小学生高学年ルンバジャイブの部で見事決勝に入賞された皆さんをご紹介いたします。えー、こちらから木山さやかさん、柴田りなさん、加藤ひまりさん、田山いつかさん、土屋かのんさん、柳あきこさんです。皆さんおめでとうございます。 さあこれから三つの質問をさせていただきます。最初の質問、えー、決勝のフロアで踊った時はどんなお気持ちでしたか。マイクを渡していきますので順番にお答えください。すごい嬉しかったし楽しかったです。はい。緊張していたけれど楽しかったです。はい。楽しかったです。ありがとうございます。少し緊張していましたがとても楽しかったです。はい。先生に言われたことをなるべく。 やり遂げようとしましたはい、えっとすごい達成感が大きかったですありがとうございますでは次の質問です、えー、ラテンアメリカンの種目ではどの種目が好きですかまた苦手な種目もあったら教えてください好きな種目はサンバですはい好きな種目はパソドブレですはい好きな種目はパソドブレですはい 好きな種目はルンバです。はい、好きな種目はルンバです。はい、好きな種目はジャイブで,で苦手な種目はパサドブレです。はい、ありがとうございます。最後の質問です。ズバリ将来はどんなダンサーを目指したいですか？はい、みんな見てる人に笑顔を届けられるダンサーになりたいです。いいですね。人の心を動かせるダンサーになりたいです。かっこいい。 世界で活躍できるダンサーになりたいです。社交ダンスの楽しさを伝えられるダンサーになりたいです。よろしくお願いします。世界選手権で招待されるような選手になりたいです。明確。みんなに目標にされるような選手になりたいです。素晴らしい。皆さん、素晴らしいお答えをいただきまして、誠にありがとうございます。 これからも YouTube をご覧の皆様にも皆さんぜひ応援していただきたいと思います。それでは最後にカメラに向かってさようなら